さて、そろそろ頃合いだ。神勇殿、張り切っていくとしようか。各殿、承知しました。硬いね。俺が裏から手を回しているが、あとはあんたの働きにかかってる。だから進軍開始、戦術実行、敵を制圧します。いいね。期待してるよ。この乱世を生きる流れを読んで、知恵を絞るその時が最高の楽しみだよ。不意打ち待ち、犠牲なんでもありさ、綺麗事だけじゃやっていけない。勝利の快感掴むためなら卑怯と言われたって、たとえ汚いって伝えても、ここであったがあんたを踏んだ。なかなかやるね。想定外も想定のうち、ここらで一つ手を打っておくとするが、ご迷惑を。すぐに挽回します。随分と小なことだ。借りを作ると後が怖いので。何か言ったかね。無理はしない手記で、打算も助作、いい話があるのならこれに聞かせてくれ。暗がえよう、渡り好きにやるさ、歯応えある敵撃てがまる。勝利の快感掴むためなら手段を選ばないさ、気楽中央に思いのまま、ここであったがあんたの勝利。俺の計略と神勇殿の戦術の合わせ技だ。角度は、いえ、俺などまだ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 硬いね。ま、それでいい。とりあえずここは祝い酒だ。頂戴します。それにしても角度の策にはどぎもを抜かれました。そうは見えない顔だが、褒め言葉を受け取っておけよ。このご時世、あの手この手で裏をかいて勝利を得る。これに勝る快感はどこにもない。そういう自慢、そう伏せなんでも悪いさ、綺麗事だけじゃやっていけない。勝利の快感掴むためなら卑怯と言われたって、たとえ汚いって使っても、敵軍団を出し抜く。勝利の快感掴むためなら何を選ばないさ、気楽中央に思いのまま、ここであったがあんたの踏んだ小銭進行。打算の勝利、これに尽きる。やはり角度にはかなわない。さあさあ、夜が明けるまで楽しく飲もうじゃないか。なーに、酔いつぶれたら介護してやる。心配しなさんな。ささですから、俺はこれからもよろしく頼むよ。